えー、柳屋小壇寺でございます平成31年が始まりました平成最後の年でございましてねつまり平成の締めでございます干支で言いますとイノシ猪羅牛虎タ辰巳馬羊猿鳥犬いとこれも締めでございましてねで5月からは新しい元号が始まりますいろはの「い」ですよ。 イの一番手なもんでね明治大正昭和平成ときて何になりますかねアルファベットと言いますと明治の「N」大正の「T」昭和の「S」平成の「H」それ以外のアルファベットが使われるのではないかと思うんですが楽しみでございます。で実はですね私皇族の方々が「N」のある。 学習院大学落語研究会の現在顧問をやっておりますお知見の。ええ、でこのお知見なんですがね昨年60周年を迎えましてで初めのうちは私の師匠五代目柳家小さんが指導に行ってたんです。でその後弟子の私の兄弟子の柳家小三治さん亡くなりました燕さん小半さんが行ってて。 で私が2つ目になった時に師匠が今度はお前が行けと言われまして私が講師師匠が顧問という形でもって学士院大学のお知見の方々とのお付き合いが始まりましたで師匠が亡くなった後は私が顧問そしてそのお知見出身の現在林家正蔵師匠のお弟子さんで2つ目の精鋭の林家花平さんというのが講師で行ってます